結果微類の胞子脳は多く着色しているのが、柱軸柱軸あるいは軸中とは、胞子を形成する袋である、胞子脳の中心に残る、不実の構造のことである。胞子脳を形成する生物でも、必ず見られるというものではない。柱軸は、往々にして、胞子脳の柄の延長として、胞子脳内に伸びているように見える。胞子としては機能しない。 代表的なものは、接合菌類の毛カビめ、変形菌類、苔類に見られる。その機能は、方子脳を支えることにあるように見える場合もあるが、はっきりとはしない。群が異なっても同じ名で呼ぶが、それぞれに関係はないと思われる。それぞれ簡単に解説する。なお、柱軸と軸中、英語ではいずれもカリアメラである。 どちらの訳語を使っても良い場合もあるが、大抵は軍によって、どちらを使うかがほぼ決まっている。英語かな書きでコルメラなどということもある。カビの場合、球形の胞子脳の内部が細胞分裂して胞子となるとき、中心部に分裂しない部分が残り、これが柱軸である。この部分は表面がはっきりした細胞壁で区切られ、その内部は放射能柄と、 連続している。胞子が成熟すると、胞子脳壁が崩れて胞子は放出されるが、その後には、胞子脳柄と柱軸が残る。柱軸は丈夫で、胞子脳柄が崩れてもその形を崩さないことが多い。胞子脳の,の大きさによって柱軸の大きさにも差があるのが普通。柱軸の形は分類群によってやや異なるが、 同一株内でも変異があり、それほど明確な特徴とはならない。しかしある程度は傾向があり、毛カビでは円形、楕円形、あるいは氷端型などで、蜘蛛のスカビではドーム型、弓毛カビでは円錐型で、先端に小突起を持つものが多い。毛カビの場合、柱軸の基部で、胞子の小柄が絞ったようになり、その境界がはっきりしているが、弓毛カビなどでは、 方子脳柄の先端は次第に幅広くなって柱軸に続くので、方子脳の基部は先に向かって円錐型に広まっている。この部分をアポフィシスと言い,い、これがあるかどうかは分類上で重要な特徴とされている。結果微類の中で大型の方子脳をつけるものでは、ほとんど柱軸が形成される。ウンベロプシスは大型の方子脳を作るが、柱軸は ごく小さいかほとんどない。腐れ毛カビ目の腐れ毛カビも類似した大型の胞子脳を作るが、柱軸は形成せず、胞子が散布された後の胞子脳柄の先端は、単にそこから先が折れてなくなったようになるか、わずかに胞子脳壁が襟状に残る。この類では柱軸を形成しないのが特徴となっている。小胞子脳では柱軸を作るものもあるが、 多くない。分節法指脳では、柱軸は形成されない。なお、柱軸の役割はよくわからない。クモのスカビの場合、胞子脳壁が壊れた後、柱軸が傘のように広がり、その表面に胞子が並ぶようになるので、胞子の散布に何らかの役割を持っているかもしれない。変形菌類の場合、胞子脳の内部に、柄の延長が入り込んだようになったものをこう呼ぶ。 日本語名としては、軸中が主として使われる。変形筋の小実体は表面を膜に覆われた、胞子脳で、その内部には、胞子と細かい糸状の構造である、細胞体が含まれる。細胞体は毛状になっており、胞子が成熟して、壁が壊れると、細胞体は伸びて、スポンジ状に広がり、胞子を飛ばすようになっている。この細胞体は、 柱軸とつながっている。柱軸も細胞体も非細胞性である。柱軸は細長く先まで伸びるものもあるが、丸くて基部に止まるものもある。このような特徴は種を区別するのに利用されることも、ある。これらの関係は群によって異なり、紫埃などでは、糸毛からだが、柱軸の延長ないし分子であるように見える。軸中がはっきりせず、 細胞体がより集まっているだけに見えるものも多い。また、軸柱のような構造でありながら、柄とはつながっていない例もあり、これを偽軸柱という。線類の胞子脳はたちと言われ、その中心には胞子にならない部分があり、これが軸柱と言われる。たちは、先端の口が開いて、胞子を散布するため、軸柱が、表に露出することはない。スノゴケ類の場合、 ついたちは、細長くまっすぐに立ち、その中心を貫く芯のような形で軸柱がある。ついたちの壁は縦に二つに裂け、中心の軸柱が残る。これらの軸柱は多細胞の構造である。コケ類はむしろ軸柱がないのが特徴である。ありがとうございます。